はい、ということで次のメールいきます。コートネームゆりりさん、ゆりりさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、そしてゲストの波川さん、お願いします。お願いします。波川さん演じる及川と吉野さん演じる岩泉のコンビはあうんの呼吸と称されていましたが、波川さんと吉野さんも収録では息ぴったりなのでしょうか。ぜひ収録の様子など聞かせてください。なるほどね、あのすごく仲良くさせてもらってて、もうね、ご飯とかもよく行くんですけども、そうですね。でもああいう風にやっぱ吉野くんでいつもなんか分からない、どうやって出てくるかが、なんかすごい新鮮ですね。そういう意味でも引き出しの多い方なので、あの一緒にやっててもあと力強いし、頼りになる、ね、かっこいいよね。で一番びっくりしたのがね、ある収録で、これアニメじゃない収録で、はいはい、配給関係で、僕が声が出なくなっちゃった時があったでしょ。ああ、はいはいはい。で結果出たことは良かったんだけど、そのパッて第一声やった時に、あ、全然オイカじゃないし声が出ない、苦しい、どうしようって、声言って声出ない、辛いじゃない、風邪ひいたりとか ね、 でね、あ、やっべって言って、で岩ちゃんとの絡みだったから、はっ、い、って思って、まだそういう誰も言ってなかったから、こう最初のオイカのセリフを言って、次が岩ちゃんのセリフだったんだけど、まず吉野くんが隣のマイクで、お前誰だよって、そうそうだった。しかもめっちゃパクと合ってるから、誰だお前、イワちゃんとか言ってたらもうガラガラ、イワちゃんみたいな、お前っていうか誰だよそう、それで、ね、結局ちょっと何十分かね待って、ちょっと声があのなんとか整えてきてから、やった時にずっと吉野君が待っててくれて、ね、もう本当になんとか取り終えたっていう、でもそれをね短時間でどうにかする波川、あ、大輔さんもそうですもう波川まで行っちゃってるもんみんなチャンネル登録高評価ベルマークの通知登録よろしくね。